おいおいおい、やっちゃったな、おい。この広島の地でついに起きちゃいけないミラクルが起きたよ。今日のスーパージュニアタッグリーグ広島タイガーライガー戦でミラクルが起きちゃったよ。まあレフリーが3つマットを叩いた時点で試合終わりだからね、しょうがないよ。次の公式戦は相手 CMLL のルチャドルたちか。まあそこを楽しみにするしかない。まあこれ以上の奇跡はもう起きないから安心してくれよ。エンセリオマジで。さすがはマシンニョンの象徴だな、タイガーマスクライガー。これで2勝1敗か。初めての黒星だから、初心を忘れていくだけだ。ここ広島が好きだから、そして広島東洋カープの行方が気になるから。まあ確かにそれもあるけどさ、でも一番はやはり武士高木慎吾組が一体どんな試合を見せるのか気になってね、ここ広島グリーンアリーナに来ちゃいましたよ。まあ結果は残念な結果になってしまいましたが、2人からいい刺激はもらいましたよ。まあ、先日ザック・セイバージュニアのインタビューが東京スポーツに載ってたけど、彼はいい要求をしてたね。内藤に次勝ったら1月4日東京ドームケニー・オメガ対棚橋ひろしの勝者に次のビッグマッチでチャレンジしたいと。まあ、内藤にシングルで勝つわけだから、しかも1回勝つだけじゃない、次大阪でザック・セイバーが俺に勝ったらシングル3連勝だからね、そりゃそれだけの権利価値はあるでしょう。もし俺が負けたら全力で来年ドームの次のビッグマッチチャレンジャーはザック・セイバージュニアだと、リング上マイクで、そしてバックステージで後押しするよ、約束するよ。だからザック、安心して体調万全にして11月3日大阪にぜひぜひ来日してください。 100% のザック・セイバージュニアとシングルマッチできるの俺は楽しみにしてるから。ではでは、明日は宇和島大会、さあ俺は行こうか行かないかどっちかな。まあ皆様で予想しながら明日宇和島でお待ちください。答えはもちろんトランキーロ、あっせんなよ。アディオス。